レイブン。遅くなりました、マイロード。無事でよかった。レディもお怪我はありませんでしたか？ええ、私は。心配するな、リディアはちゃんと僕が守った。あなたのそばが一番危ないわよ。な、見たか？あれはフェアリードクターだよ。ああ、この町で見かけるのは100年ぶりだよ。マナン島へ行くとか言ってたよ。わあ、わしらも帰りたい。帰りたい。メロウが解放されたらわしらも帰れるぞ。おい、チビども。帰れるってどういうことなんだ？なんだ、猫か。ん？いや、猫じゃない、フェアリードクターの相棒だ。仲間ならメロウを助けるように言ってくれよ。メロウはずっと嘆いている。島の主人が帰ってこないから。フェアリードクターならどうにかできるだろう。無茶言うな。なあ、メロウの冒険って知ってるか？聞いたような。俺たちには分からんが。きっと親戚が知ってる。じゃあ俺を紹介してくれ。一緒に船に乗って島へ行こう。俺たちが船に？人間の船で島に渡れるのか？フェアリードクターに話をつけてやるからさ。やったー。リディアってばほんと世話が焼けるよ。この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。煎じ薬です。すみません。それにしても船酔いはこのお嬢さんだけですか。初めてこの島を訪れてピンピンしている方々も珍しいですね。ところでご亭主、この島に古い城があるだろう。はい、ございます。向こうお使いになられますか？その城は誰でも勝手に使えるのか？まさか、我らの漁師の城でございます。ですがさ、こんな偏僻な島へわざわざいらっしゃったということは、あなた様は伯爵家の後継者なのでございましょう。なるほど。今まで青岸伯爵と称して、一体どれほどの偽物がこの島に現れたことか。我が家は代々伯爵家の執事でして、もしもあなた様が本物だと判明した暁にはお仕えすることになりますので。しかしお気をつけください。私の知る限り、どなたもこうしてお話しした3日以内に浜辺に木図と一緒に打ち上げられております。あの、城へ行った人はみんな海で死んでるってことですか？そうですよ、お嬢さん。メロウに海へ引き込まれたのでしょう。メロウを見たことがあるんですか？純粋なメロウは存じませんが、
島の者は皆メロウの血を引いております。とするとご亭主、あなたにも水かきや鱗があるのかな。いいえ、背中にヒレが。さすがは伯爵家の羊だ。お褒めに預かり光栄です。今日はこちらの宿に世話になるとしよう。ごゆっくりおくつろぎくださいませ。後でお薬をお持ちします。あ、水とレモンを一切れもらうわね。リディア、何をしているんだい？妖精が迷子になっているから、妖精の通り道を作ってるの。どんな妖精？ブラウニーの意思よ。茶色くて小さくて可愛い顔ので、道案内は僕でもできるのかな？やってみたいの？ん？ついてきてる？ええ、でも見えないのに楽しい？想像するとおかしいね。こういうのもフェアリードクターの仕事？そうよ。人と妖精が共存しやすいように気を配るの。妖精にも信頼されなきゃどんな取引もできないもの。そういうものなのか。バイバイ。でもあなた妖精なんていないと思ってるんでしょ？僕の現実にはいない。でも君は他の誰よりも現実の幅が広いんだろう。ほら、目のいい人は遠くまで見えるじゃないか。君の話を聞いてるとそんなものだと思えなくもないな。変わってるわね。あ、ごめんなさい。あ、その、なんていうか、そんな考え方初めて聞いたから。そう？そういえば、ニコトラどこに行ったのかしら。さっきまでいたわよね。妖精のこと家族以外でこんなに話したの初めてで、その、船の中でも助けてくれたし、でもあなたが私の味方をしてくれるのは宝剣を見つけるまでだって分かってるし。うん。それから？それにあなたって嘘つきだから、いくらでも私の機嫌を良くするようなこと言えるって分かってるのに、つい騙されそうになるの。私のこと分かってくれる人じゃないかって。あの誤解しないでね。私あなたのことを信用してないのよ。でもちょっとだけ、ほんの少し嬉しかっただけよ。ちょっと触らないでよ。猫の毛みたいに柔らかいのにちっとももつれないのは、妖精がしょっちゅう溶かしてるの？妖精は金髪が好きなのよ。こんな鉄サビ色に興味ないわ。キャラメル色。あ、そういった方が君には似合う。食べてみたら甘いのかな。なんで逃げられないの？どうぞ。食事の支度が整ったそうです。はあ、ライブ、実にいいタイミングだ。はい。ライブ、リディアは面白い子だ。思い通りになりそうでならない。なのにとんでもなくお人よしで、裏表なんかこれっぽっちもなくて、思ったことだけが口に出る。はい。その上僕みたいな悪人でもすがりついて懇願されれば見捨てられなかったりするらしい。いつもとは違いますね。おかげで少しばかり昔話をしたよ。僕は脳みそを取られたから少しおかしいと思ってるんじゃないかな。でもね、彼女は嘘が嫌いなんだそうだ。あの不思議な目できっと嘘もごまかしも全部見抜いてしまうんだろうね。だが僕には嘘しかない。
偽りの名前、偽りの姓、何もかもが嘘。僕にとっては本気の嘘とそうじゃない嘘があるだけだ。エドガー様、どうしても行くというなら僕はここで死ぬ。本気の嘘だけが僕の真実だって彼女にも通じたんだろう。リディアさんには全てをお話しするのですか？いや、それはできない。リディアには妖精の歌の謎を解いてもらう。その先は本当にメローが存在しようとしまいと最初の予定通りにする。それでよろしいのですか？他に選択の余地はないよ、ライブン。アーミンを失って残るのはもうお前だけだ。あの男の手を逃れる方法は他にない。姉のことはエドガー様のせいではありません。それは違う、レイブン。皆僕のために。だからこそ僕は僕を生かしておく責任がある。そのためにはどうかご自分を大切にしてください。分かってるよ。そういうことを言う時のお前はアーミンによく似ている。エドガー様、傷が塞がるまではアルコールを控えるようにとお医者様が。すまない。アーミンが僕を甘やかすから良くない癖がついた。こんなことでは叱られてしまうな。もうお休みください。あ、それからリディアを部屋まで送ってくれ。承知いたしました。私のせいですね。気がつかなくて申し訳ありませんでした。あの、ごめんなさい。人殺しが恐ろしいのは当然です。あなた、この前は私のこと助けてくれたのに。私のことも殺すの？今のところそれがエドガー様の利益になるとは思えません。私を脅そうったって無駄よ。私は自分がするべきだと思ったことしかするつもりはないわ。フェアリードクターというのは随分と自由なのですね。フェアリードクターは強制されてなるものじゃないもの。羨ましい。私は生まれ落ちた時から精霊の奴隷です。そんな無差別に血を求めていた精霊の主になってくださったのがエドガー様なのです。それじゃ彼が命じればあなたの意思に関係なく精霊が人を殺すってこと？エドガー様は命じたりしません。精霊は主の敵と感じた相手に襲いかかります。私はそれまで自分の意思があるということすら知らず、幾度も辺りを血の海にしました。だからサージョンと呼ばれてた頃のエドガーが殺人鬼だって。それでもエドガー様は私を見捨てることなく大切なことをいくつも教えてくださいました。主を失えば私の魂は残忍な精霊に支配されてしまうのですから。それならエドガーでなくても他に主になる人がいればいいんでしょ？ではあなたに私を引き受けることができますか？善悪の区別を教え飼いならすことができますか？そして決して殺戮を命じないということが。お部屋までお送りします。アーミンって誰なんてこと、とても聞けなかった。緑のジャックはこの島で間違いなさそうね。木の葉で覆われた緑の精霊。船から見えたこの島は
うずくまるこの葉男そのものだったわ。なるほど、やはりこのメロンの島に目をつけたリディアは正しかったようだ。次のスパンキーは鬼火のことよ。墓地を探せばいいのかな。いいえ、スパンキーは洗礼前に死んだ子供の魂だというわ。それなら墓地ではなく別の場所に埋葬されてるね。なんて綺麗な庭。よく手入れされている。300年も無人とは思えないな。まずはスパンキーのゆりかごとやらを探そう。では私は庭の奥を。あ、リディア、君は僕と一緒においで。え、なんで私が一緒に。迷子になりそうだから。しっかりしなくちゃ。エドガーは私と一緒にいたいんじゃないわ。目を離さないようにしてるだけよ。ねえ、怖くないの。何が。冒険を盗もうとした偽伯爵はメロンに海に引き込まれたのよ。もしもの時は僕のために悲しんでくれる。そういうことはアーミンに頼みなさいよ。アーミン、どうして。恋人なんでしょ。あなたのこと甘やかしてくれる。違うよ、安心して。どうして私が安心しなきゃいけないの。単なる僕の希望。あのね、人をからかうのやめてくれない。それはそうと、アーミンのこと話した覚えはないんだけど、盗み聞き。アーミンはレイブンの姉さんだよ。大切な仲間だった。彼女が幸せでいられるなら何でもしてやりたいと思っていた。そう、特別な人なのね。あの、ごめんなさい、盗み聞きするつもりじゃなかったの。私にはあなたのことはちっともわからないけど、でもきっとあなたのそばにいる人は幸せね。君は羽でもあるの。なんとなく妖精の羽を隠してるんじゃないかと思って。あなたの方がずっと不思議よ。まるで悪い人じゃないみたいなんだもの。眠れる人魚の子供たちのためにか。確かに慰霊碑のようだけど。メロンの子供たちの墓だわ。なるほど、自分たちの子供をメロウの子供たちになぞらえて弔うわけだ。メロウを信じないっていうの。島の人たちはメロウの存在を信じてる。あなたは彼らの領主になるつもりなんでしょ。領主が妖精を信じなくてはいけないのか。島民に鱗やヒレがあって当たり前ならそれだけのことだ。もしかしてレイブンの精霊のこともそんな風に考えてるの。あ、レイブンが君に話したの。レイブンの精霊がいるかどうか僕にはわからない。ただ彼がどういう人間で何が必要で僕に何ができるのかが分かっていればいいだけだ。怖いもの知らずにも程があるわ。でも彼のように強い心の持ち主なら青騎士伯爵にふさわしいのかもしれない。とにかくここがスパンキーのゆりかごに違いなさそうね。次は月夜にピクシーとダンス。これはピクシーが作るフェアリーリングのことだと思うわ。月夜に妖精が踊った輪が草の上にできるの。例えばあんな。そうね、そうかも。あ、何。ううん、本物のフェアリーリングじゃなかったんだわ。本物だったらどうなるの。妖精に捕まっちゃうことがあるから。そうなのか。リディア見てごらん、この位置からだけ風景が変わる。あ、あれは騙されたな。絵の扉じゃ入れないわね。正面玄関から入るしかないね。中からここの位置を調べよう。やあジョン、また会ったな。君もしつこいね。メロウの星はこの城のどこかにあるようだな。あとは俺が見つけてやる。おとなしく彼女を解放するんだ。解放。そう、世間では強盗犯が大学教授の令嬢を誘拐したってことになってる。うん、そう。でもね、リディア、あいつよりも僕の方が無難だと思うけど。強盗のくせに。ミス・カールトン、その男の言うことを信用してはいけない。
レイブン、こっちだ。ひるな。相手は一人だぞ。リディア、今のうちに。リディア。父様。お前が誘拐されたと聞いて、君が誘拐犯か。リディアを離せ。はじめまして、カールトンさん。お嬢さんには大変お世話になっています。私にできることなら何でもする。だから娘に手を出さないでくれ。ご心配をかけて申し訳ありません。でも僕は真剣なんです。どうかお父さん、お嬢さんを僕にください。何言ってんのよ。本来ならきちんと交際のお許しをいただくべきでした。でも彼女に夢中になって、すっかり周りが見えなくなってしまったんです。彼女がそばにいて、この愛の熱を少しでも冷ましてくれなければ、きっと僕はすぐに死んでしまいます。待ってくれ。本当にこんなおてんばが欲しいのかね。父様。彼女しか深い愛で僕を救ってくれる人はいないでしょう。それ意味が違うでしょ。しかし君ね、感情のままに未婚の娘を連れ回すのは男として無責任だと思わないのかね。そうですね、反省しています。だから違うでしょう。ジョン、彼女を離すんだ。あ、待ちたまえ。リディアが向こうにいるんだぞ。分かってますよ教授。だがあいつは何をするか分からない極悪非道の強盗ですよ。ゴッサム、君こそ極悪非道だとすぐにバレてしまうようなことはやめた方がいい。早く彼女から離れろ。やめろ、やめてくれ。何か、リディア、この逃げなさい。でも早く。リディア、こっちだ。ニコ、邪魔だ。父様。リディア、今は逃げるのが先だ。でも光の中に見たその姿、儚く眩しさに細めた目の前に恋の風、瞳の中の手で抱きしめたら溺れそうね。もし一つだけ願い叶うなら、二人で歩きたい。ずっと偽りだらけのこの空で、ここまで来れば大丈夫だろう。黒曜剣、アンシーリーコートがなんでメロンの島に。この番組はポニーキャニオンと虎のスポンサーの提供でお送りしました。